皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校7年生数学平面図形3時間目の内容です。今回の課題は定規やコンパスを使って作図できるものは何だろうです。皆さんは定規を使って作図できるものと聞いて何を思い浮かべましたか？そう、直線ですね。そしてコンパスを使って作図できるものは円です。コンパスは等しい長さを測り取ることができる道具でもあります。この2つの道具を使うと次のような作図ができます。まず半径を OA とする、円を作図することができます。そして半径と同じ長さで円に等しい長さの印をつけていきます。この6つの印をつなげていくとどんな図形になるでしょうか？そう、正六角形ですね。この六角形が正六角形であることは対角線を引いて次のように説明することができます。この六角形に対角線を3本書き加えると三角形が見えてきます。この三角形実は正三角形になっています。この2つの辺は円の半径となっているので長さが等しいです。そしてこの辺も円の半径と等しい長さで印をつけたので3つの辺が等しい正三角形となっていることがわかります。正三角形の一つの角度は60度です。同様に考えると6つの三角形すべてが正三角形とわかるので六角形の一つの角度は 60+60 で120度になります。6つの角度がすべて120度で等しい六角形なのでこの六角形は正六角形とわかります。最初に確認した通り定規で作図できるものは直線、コンパスで作図できるものは円や等しい長さです。これらを上手に組み合わせて正三角形や60度を作図し、さらに正三角形や60度を上手に組み合わせて正六角形を作図することができました。つまり作図とはこれらの性質を使って新たなものを作図し、その新たなものを利用してまた別のものを作図するというような流れで広がっていき、さまざまなものが作図できるようになっていくわけです。これからさまざまなものを作図していきますが、まずは基本の円について復習をしていきたいと思います。中心が O である円のことを円 O と言います。そして1点中心からの距離が等しい点の集まりを円周と言います。円周のことを単に円ということもあります。このことから中心から円周までの距離である半径は常に等しくなるということが言えます。先ほど正六角形の作図をした時にコンパスで等しい長さを測り取りました。この時作図したのは円の一部分です。この部分にも名前があります。
練習場の2点を A、B としたとき、 A から B までの練習の部分のことを弧 AB と言います。記号を使って弧 AB と表したりもします。これに対して円周上の2点 AB を結んだ線分のことを弦 AB と言います。弧と弦を逆に覚えてしまう人がよくいますが、ボールが弧を描いて飛んでいく様子や、弦楽器の弦はピンと張って音を鳴らすというところからイメージして覚えると正しく覚えられると思います。弧 AB について補足です。 A から B までの円周の部分というと、こちらの弧とこちらの弧の2通りが出てきてしまいます。基本的に弧 AB と言われたら短い方の弧を指します。こちらの長い方の弧を表すときには点を1点打って弧 ABB というふうに表すことが多いです。覚えておきましょう。皆さん書けましたか？それでは問1の作図から確認していきたいと思います。問1番は ABBCCA と同じ長さになるような三角形 ABC を作図しなさいという問題です。まずは底辺となる直線を引きます。そして反対側を A と決めて、 AB と長さが等しくなるような点 B を取ります。コンパスを使って AB の長さを測り取り、 A に針を刺して印をつけます。ここが B になります。続いて BC の長さを測り取ります。 BC なのでB に針を刺して等しい長さの印をつけます。最後に CA の長さを測り取ります。 CA なので今度は A に針を刺して等しい長さの印をつけます。2つの印がぶつかったこの点が C です。最後に AC と BC を結んで三角形ABC の完成です。問2番は A を頂点とする60度の角を作図する問題です。60度は正三角形を作図することで作図することができます。まずは底辺の長さを測り取ります。 A の方から等しい長さの印をつけ、反対からも等しい長さの印をつけます。そして交点と底辺を結ぶと正三角形を作図することができ、点 A を頂点とする
60度の角を作図することができました。今回は点 A を頂点とする60度の角を作図するので、必要な部分は二直線です。ですから必要なところだけを作図できる人はこのように簡潔に作図できると良いと思います。次回以降さまざまなものを作図していくことになります。今後作図と言われたら使う道具はコンパスと定規だけになります。よく覚えておいてください。これで今回の授業はおしまいになります。